悶絶で痛い三つの部、人を痛め続けて25年、本気で痛い覚悟決めた人は概要欄、悶絶で痛い楽しんで。はい、どうぞこちらお座りください。はじ、い、めまして、院長の三つの部です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、左膝の痛み、右肘の痛み、どんな感じですか？膝は、はい、曲げ伸ばしが両方痛くて、はい、肘は、はい、肘曲げた状態で物を持ち上げるのは大丈夫なんですけど、はい、伸ばして持つのが、はいはい、肘が痛くて持ち上げれない、はい、っていう感じです。何か、なんか、まあ、スポーツとかなんかされてたりとかは、そんなに頑張ってしてるわけじゃないんですけど、はい、時々泳ぎに行くぐらい、はい、と、あと、ちょっと気が向いた時に30分ぐらい軽く走るか、はい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 、ちょっと歩きに行くかぐらいで、はい、そんなにがっつりやってるわけじゃない。わかりました。それするときは別に痛くなったりとかされないんですか？普通の仕事の時とかは痛かったりされます？もう膝はもう痛いんで、今全然走るのも、はい、全部ストップしてます。全部ストップしてます。普通に歩くのも痛い。はい、わかりました。当店めちゃめちゃ痛い店ですけど大丈夫ですか？見ました、はい、YouTube で見てきていただいてると思うんですけど、はい、本当に痛い店なんですね。で、めちゃめちゃ痛すぎるので、ちょっと待って、さあ、どんな感じですか？めちゃめちゃ痛すぎるので、本当に痛いって言っても緩めません。でここに書いてる通りね、終わった後にね、ふくらはぎがね、3日から1週間ぐらいね、筋肉痛みたいになったりすることがあります。なので、ご理解ください、本当に。はい、で、後からね、青タンとか内出血とか、いろいろできたとか言われても、クレーム一切受け付けておりません。お互いの胴の上でやったからねっていうふうに言ってますからね、ご理解くださいね。はい。はい、で、あとね、痛いって言っても、私、筋節を抑えています。で、痛すぎる場合、気持ち悪くなった場合、抑えてほしくない場合、痛いではなく、ストップってね、はっきり伝えてくださいね。はい、お願いしてます、それはね。後からクレーム本当言われても一切受け付けませんからね。はい、力加減も聞いてて、まあ、YouTube 撮影ぐらいの強さ、これぐらいがちょうどいいです。で、これでするんですけれども、まあまあそれでも痛いので頑張ってね。はい、膝とか足とかも全部触っていくんですけども、全身触っていきますので、はい、まあ、特にね、めちゃめちゃ足周りが痛いですから、はい、頑張ってください。はい、私から聞きたいこととか以上なんですか？何か聞いときたいこととか伝えとかなきゃいけないこと何かあったりしますか？あ、大丈夫だと思います。大丈夫ですか？はい、分かりました。そのタオル使います？はい、使います。こっちに帰りましょう。はい、では、うつ伏せでね、はい、うつ伏せで休みましょう。音楽は一切止まっちゃうんですけど、ごめんなさい。はい、あぐらかくと膝がより痛くて、あぐらかくと痛い、痛いですか？動けない、はい、了解です。正座も無理なんで。正座も無理ですか？よいしょ。では今から始めていきますね。はい、で、背中触っていくと、ここ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 、あとここ、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 この辺が全体ガチガチになってるんですね。はい、で、どんな感じかって言ったら、冷凍庫の中に入ってるお肉みたいな感じ。うん、なのでね、それはね、今から生肉に戻していくんですけども、その過程がとても痛いんですね。で、特にね、この辺のところが硬かったから、この背中の疲れって実は、まあ、足の疲れから上がってくるので、まあ、足からしっかり緩めていきますからね。っていうのを何回も聞いてると思いますけども、今からが本番です。頑張ってくださいね。はい、では、足をつけるかな。こんな感じ。おお。おお。おお、来た。これが夢に見た YouTube の痛さです。これが延々60分続きます。これがね、ここが硬いと、膝痛とか腰痛とかに、効果的なんですね。痛いね。痛いですね。
はい、耐えられなかったらストップだからね、この辺がね、めちゃめちゃ筋肉が硬くなっているので、はい、まあ、どんな感じかって言ったら、冷凍庫の中に入っている、じゃない、油汚れでギトギトに汚れている換気扇のファンを掃除する感じ。めちゃめちゃ硬く、カチコチになってます。普段の仕事は立ち仕事ですか？そうですね。あ、立ち仕事ですか。ご苦労様です。